民間療法で聞くとさ、うん、毎回僕思い出すのが、うん、僕の父親肺がんだったじゃんうん肺がんの時に、うん、まあアガリクスを飼ってたアガリクスアガリクスがんに効くらしいこれ確実な民間療法だと思うんだけど、うん、アガリクスっていうキノコ<え>がんを抑えるえ知らないあ知らない これ、科学的に証明されてないじゃんいや、されてないでしょ。で、その、アガリクスを、毎月、なんか粉末みたいなやつで、10万円分ぐらい買ってたのよな。がん治療で。それが家計に響いて、正直僕、あんまりアガリクスに対していい思い持ってないのよ。父親はしょうがない。だって、そう。にもすがる思いじゃん。命かかってんだから。もう、助かるって聞けば何でもやりたくなるのは、 それは仕方ないと思う。そう。ただ、そのなんかその、藁にもすがる思いで来る奴らを食い物にしてるんじゃないか的な、民間療法商売してる奴が許せんのよ。ある、それ。ちょっと恨み持ってんのよ。俺の親戚もガンでやばくて、うん、この壺買ったら治るからって言われて買ってる人いたもん。そこにつけ込んでくる奴に、最低てるよなどっかで大打撃を食らわしたい。うん。わかる、それは。<laughs> 僕は、恨みに思ってんのよ。ああうん、こうやって、もし本当に聞くのであれば、うん 実際に癌になった人の特効薬として、うん、薬で処方されてるはずだもん。処方されてないんです。される、そう。だから本に書いてあるだけなの。うん、体験談として聞く。聞くぜ、治ったぜ,っ治ったぜと。うん、何にさんは。うん、それ読んですがっちゃったんだろうなぁ。うん、10万で。また高いんだよな、こういうのに限って。高いのよ。安く置いてあればまだ、まだ、まだそれでもさ、少しは許す、許せはしないけど。うん。 まだ可愛げのある金額だったり<や>万だろそうなのよそう父親はまだ、うん、わらにもすがる思い出なそ,それを見て、うん、えと結局上がりすくすかなくて、うん、肺がんで父親亡くなって。うんうん 絶対許さねえって思ったのよ僕、うん、僕。っていう、こういう食い物に弱者を食い物にする協会、絶対許さねえと思って、うん、その3年後にインフォシークの塾長がやってるゴールデンなにがしボンバーみたいな、1か月で100万ぐらい稼げるっていう情報商材にハマったんだよな、うん。<laughs> 何も学んでないじゃ。ん <laughs> 目の前にこんなでっかい教材があるのにさ、なん <laughs> でその教材すり抜けて、次の教材、<laughs> 読みに行っちゃった <laughs> 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 ただそこがやっぱり、人の弱いところといいますか。<laughs> <laughs> <laughs> ええ、悪い気を起こさないでね、この父あればこの子ありってやつか。<laughs> <laughs> 中中の背っっちゃった的な <laughs> 確かにその父親の生き様自体が最高の教材であったことは否めないんだがなぜかその時僕はインフォシークのよくわからんやつが書いてるレターの長文で涙するほど感動しちゃったんだよな稼がないと人生じゃないとか毎月何百万も稼げばハワイで遊んで遊んで これももレターもハワイから書いてまーすみたいな書いてるやつに、はい、騙されたんではなく<ー>すがらないといけないんだなみんなはこうならないように、うん、あの結構弱いものを食い物にするやつが多いんでそう文才ある人とかねああのそういうのや,る <laughs> やったらだめだよ皆さん気をつけてください、うん、<laughs> あ アガリクスも僕の父親から見、すれば聞いてなかったんで。はい。はい。早めに、ガ検診を受けてください、うん。楽して稼げるっていうのはないからね。それ月100万。そうなわけ。そん,わけよそんなわけないんだからって。そうなわけ。もしそうだったら世の中全員億万長者だから。<laughs> あ、モテフェロモンとかいう香水買ったなぁ。インフォ、インフォシークじゃないな、それ。はい。ああ、モテカテゴリー買ったなー 再印剤買ったね。<ー>とんでもないタイプだよ、最印剤って。う,んうん、うーん。それ塗って街で歩るよ。いや、香水、あ、香水タイプなのよ。うん、で、なんか、すんごいの入ってるんだよ、漢方の。<ー>もう中国4000年の生の歴史を詰め込みましたみたいな。うん、高古来人参とか。そう、そちっちゃい中に。はいはい。その香水。濃縮したやつだ。<laughs> 中国の。うん。 とか皇帝が真の始皇帝なぜ何とかの皇帝は百何人もの血族を作れたかお分かりですかその秘密ルーツがこの香水に入っていますあ金あるからだろうな中国4000年の秘宝が全て入ってるとこの小瓶の中にそんなの市販されてるわけないだろってちょっと考えるば分かるわそんなのなそういうの薬事法違反にならんのかうまいことにえっと 指定医薬部外品って書いんだよね要するに栄養ドリンクと同じタグまず信じる人は使ってどうぞっていうそうそう第一類とも第二類医薬部外品サプリただのジュースな科学的根拠はないですよって書いてあるだよビタミン剤だじゃんそうビタミンビタミンあんなん6000円も出して買ってな <laughs> バカバカしいな大学につけてって多分中開けたらあの水に何か粉ちょっと入ってるだけでああそうだ匂いついてるだけで白、ね、円のジュースのふんざみで入ってるそうそうそうバカだな <laughs> 父親が塩使っても息子に教訓残してくれたらほんとバカだな父親いろんなこと言ってくれたプリをな,よな <laughs> <laughs> 水銀飲んで早く死ねって坂本なんだかも 不老不死狙った <laughs> <laughs> 今なら消費者に怒られるかなくなってほしいよあ今そうね根絶されるインフォシークインフォシーク消えてくれたか <laughs> どう聞いたことないね最近消えてくれ思考テサプリって結構単語面白いなんか違う違うことにも使えそうだしガンとかガンとかじゃないんだ思考テサプリなの<ー>今,今ならね <laughs> サプリって単語が面白いんだ。ああ、チェ過去は黒歴史でいっぱいだ。